仕上がりはこんな感じです。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆきと申します。よろしくお願いいたします。今回はコム2本でできるお団子アレンジのご紹介です。今回お団子を2つ作っていきます。私も肩つかないぐらいのボブの長さなんですが、ボブの方とかちょっとそれより短い方とかでもできるアレンジのご紹介になります。短い方だとアレンジした時に襟足の髪がちょっとパラパラ落ちてきちゃったりとか、そういうお悩みをよく聞くんですが、今回お団子を2つ作ることでその襟足の部分もアクセントにしておしゃれに見せちゃうアレンジになりますので、ぜひ動画を見てチャレンジしていただけたらと思います。アレンジを始める前にベースでオイルをつけておいて、あとは毛先だけちょっと癖を取りながら内巻きに今回は巻いておきます。アレンジして出てきた毛先とかがストレートの状態よりかはちょっとカールがついてると後でなじませやすくなるので、先に毛先は巻いておくと楽ちんです。今回はゴム2本でアレンジしていきます。ではまず真ん中から上下に分けて髪の毛を分け取っていきます。後ろに手でとかしながら髪の毛を集めて、ここで結んでいきます。で、毛先は全部抜け切らずに最後こういうお団子状にした状態で留めていきます。そしたら残った髪の毛を全部まとめて、同じように最後まで毛先を抜け切らずに丸いお団子状にした状態で留めておきます。2つお団子ができます。で、ここからちょっとずつほぐしていきます。結んだ結び目をゴムの部分を押さえながら引き出すとこう出すぎないので程よくテンションがかかるので、結び目を押さえながら引き出していきます。あと襟足のちょっとつっていたいような短い毛はもう遅れ毛として出しちゃいます。あとで巻いていきます。耳後ろとかも少しあるとこなれ感が出るので、ちょっと遅れ毛も出しておきます。お団子部分は縦に裂くようにしてほぐしてあげるとふわふわになりやすいです。ちょっと引き裂くようにいろんな方向で引き出してあげると崩しやすいです。引き出していて出てきた部分はちょっと巻きを足してあげて、ピンで留めるのなかなか慣れないと難しいと思うので、これミニクリップで留めちゃいます。ここの出た部分をゴムの部分を巻きつけてクリップで留めるだけです。ちょっと短くて出ちゃう部分はクリップで、これ挟むだけのクリップ
ちょっと留めちゃえば止まるので簡単で可愛く見えておすすめです。と、おくれ毛巻いていきます。絹状のストレートアイロン使っていきます。波ウェーブしたいときはちょっとウェーブをつけたら冷やしておいて、毛先外羽で終わるようにしてあげるとこういう波ができます。あとは縦に抜いてあげると顔周りこう内に入ってくれるので、ちょっと小顔な感じに見えておすすめです。顔周りは縦でこう顔にかかるようなカールを作ってあげて、あとは波ウェーブ、おくれ毛は巻いておきます。前髪を少しずつ毛束を取って巻いてあげると失敗が少なくていいかと思います。こんな感じですね。仕上がりはこんな感じです。